小さこべとは、少年を組織し、旧門護衛や宮中での雑務、あるいは雷神制圧を任務としたと思われる、職業部。職将、実態について、謎が多い部であるが、加藤健吉は、少子部すがるという人物の伝承にポイントがあるのでは、ないか、と主張している。新先生白く山城国書茂の旗たいみきの、本系には、 有力天皇の命令で小さこべ雷が他史に奪われたタイの民を探し集めたと記されている。雷は小四部ガるの名前で知られている。日本初期巻第十四の記述によると、有力天皇は皇妃にクを積ませて養蚕を進めようとした。そのために側近のガるに日本中のカイを集めさせた。ところが、ガるはカイを こと誤って赤子を集めて天皇に献上したという。天皇は大洗いをして、津軽に彼が集めた子供の養育を命じたため、それが少支部の名の由来となっている。新先生四六左京鉱別、上条の少子部スクネの本系にも同様の記述が見られる。津軽とは自我鉢を意味する子である。死境には、 自我鉢が桑の中に存在する命令の子を取って、自分の子として育てるという詩が存在するのだが、そこから連想して、すがるという名前が付けられたと考えられる。また、初期や日本芸域の記述によると、それぞれ内容は異なるが、三輪山の雷にまつわる説話も伝えられている。さらに、前日の新先生史録の記事や、 同じ有力天皇の新主公の渦政の姓にまつわる記事から、果たしとの関連性も見て取ることができる。加藤健吉は、桑原桑原というまじないの文句は、大陸より伝来した僧侍を申請しする、呪術的な信仰が半島を経て、日本に伝来したのではないか、と述べている。上記のことから、大王に近似する少年男子の一軍の存在が推定される。すなわち、 小さこべは少年にまつわる部であり、将来の軍事力である少年男子を養成、管理して大王に禁じした友の宮津つ子と考えられる。加えて、雷にも関わりがあるものと想定され、幼児を伴って宮廷での飛来の呪術の祭祀をする部であったことも伺われる。なお、小さこべという名称からは、主寿を連想する向きもあるが、主寿の君は、引き人であり、 小さこ小べとは異なる。藤原宮や平城宮の文号に、小子部門とあったのは、小子部士がこの文号を担当していたからであり、旧門号へも、小さこ小べの重要な職務であった。平城宮後からは、小子門と記した木管が発見されている。ただし、後に、敵門と解明されており、担当が小子部士から、ま、都市に変わったことがわかる。また、 国内省の宮中の雑務を担当する主伝領伝部は、少子武士の職務を継承したと見られる拳が所属していた。その役職は、下居少子、下居道場を統率するものであり、演技式巻五歳宮、巻十六主伝領によると、山城国くずの軍の旗氏の少子、道場が働いていたことがわかる。ありがとうございます。